そう、昨日ね、あのアイライフさんと一緒にツーマンライブさせていただいたんですけど、そう、すごく楽しかったの。楽曲交換も、楽曲交換とあとコラボ、高猫とアイライフさんが混ざってあのコラボもさせていただいて、そう、楽曲交換はあのあれをやったの、なんだっけ、岐阜でもあのやらせていただいたコロコロガールを踊らせていただいて、そう、あのティフでさ、カバーさせていただいた時もさ、すごく楽しくて大好きになったのね、コロコロガールが。だからまた披露できてすごく嬉しかったですとコラボの方は、高猫の曲は好きっちゅうので、でアイライフさんの曲はアイドルライフブースターパックだったんですけど、そう、私はアイドルライフブースターパックの、そう、踊る組だったんですけど、なんだっけ、めちゃね楽しくてTikTok でもさ、すごく流行ってたからさ、踊りたいなと思ってたんですよ。でまさかこうしてコラボで踊れると思ってなくて。そうね、ツーステどうだったもう1万練習した、ツーステ1万練習したよ。そう、初め、これどうやってやってるのと思って、ツーステ上手くてびっくりして、一緒にフロアでツーステ、ね、やりたいやりたい、すっごいね。そう、一緒にあの高猫で、あとひめりとすーちゃんとはるりんとなおちゃんと私の5人で、あのアイドルライフブースターパックやらせていただいて、そう、一緒にツーステをやる高猫のメンバーで、ずっとね、本番前もずっと練習してた。ツーステだけの TikTok あげようと思ってたよまだ撮ってないけど、ツーステ、なんかさ、ツーステわからない方いるかな、なんかさ、なんて言うの、ツーステっていう、あれなんて説明すればいいの、ツーステ、誰かさ、もしさ、この配信見てる方でツーステわからないっていう方、誰か教えてあげて、手と足を使ってステップ、わかるかな、あ、やればいい、無理だって、ちなみにね、全身さ、ここ全身映せないし、あとあのね、これ八割のパジャマじゃん、で下ね、なんてシナモン履いてるのセットアップでさ、着てないからさあ、じゃあ昨日の動画を見せたらいいかな、昨日のさ、ツーステっていうなんかさ、振り付けがね、あのアイドルライフブースターパックの中で入ってて、そう、あのね、セットアップでちゃんと着てないからあ、これ違うわ、どれだっけ、あ、これだ、あ、これだ、あ、待って、下げなきゃダメか、これね、どう？結構頑張った。どう？この振り付けです。そう、これ結構ね、下向いてやってるんですけど、すごい難しくて。もう本当に、なんだっけ。トゥ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 。ちょっと飽きちゃったし、いっちょ、ツーステイからもうすっごい気合入って、やってた私。
すごくうまい嬉しいでもさ、なかなかさ、みんなライブ会場とかでさ、こういうのできる？できたりする？なんかどうなんだろう、あんまりさ、あのファンの方でさやってるとこ見たことなくて、やってる現場とかあるのかな。スペースあったらやって、あ、マジで？でもね、楽しいからまたやりたいな